さて、それでは今回も作品が完成したということで感想会をやっていきたいと思います。向かって左側が YouTube ショートに上げていた制作過程ですね。そして、右側が完成した作品の映像となっています。あれ、ここからやったかな、もうちょっと手前からやった気もしたんですが、この肉付けするところからですね、こんなに進んでた？ん？元データないんかな？最初にまあ、本体作って、で、そこにどんどん肉付けしていって、完成に近づけるというやり方を最近はしてます。だいぶ今回曲げました。で、そうやな、特徴としては、あとはね、このお尻のところとか足のところボコボコにしてたんですよね。なんか実際そんなにツルツルっていうこともないしなと思って、フィギュアはだいたいツルツルなので、あえてちょっとボコボコした感じでやってみようかなというのが最初のスタートでした。でそれからまあ、これが、装飾のところも、防具をちょっとこうひらひらみたいなのつけて、防具硬いものだけどちょっと柔らかく見えないかなっていうようなことをしたんですが、まあ確かに少しこのなんていうの、この下着みたいな感じには見えなくもないけど、ただまあ塗装が防具であることと、それから全体黒色にしてしまったんでちょっと沈んだかなっていうところで、ここはもうちょっとシンプルでも良かったのかなとは思うところですね。で、今まではシルバー一色だったんですけど、ちょっと金色を入れてみて、まあ厚みが出せないかなということで試したのが今回でした。で、まあ腹筋は活かしたままで、まあちょっと思ってるのは胴体もう少し長くても面白かったのかなっていう感じと、そうね、ちょっと全体的にはあまり秀逸さがなかったかな。なんかやってみたいことは詰め込んではいるんですけど、そうね。まあイメージしづらくなってたから、今回はね塗装をだいぶ早い段階でこうして塗装したんですけど、いけるかな、防具に見えるかなっていう感じでやったんですけど、うーんっていう感じかな。もうちょっとなんかもう一工夫あるか、もう一層もう少しシンプルにするかっていうような感じには思いました。胸のね、なんかこうボリューム感みたいなのはうまく出せたかなとも思うけど、これも同じくちょっと詰め込みすぎてるようにも思うし、いろいろとちょっともう少しシンプルでもよかったのかなというところが多かったかな。で、塗装なんですけど、黒色塗装で全部黒にすると、それでもよかったんやけど、腹筋が見えなくなるんで、なので、ちょっとこの黒に、灰色、グレーとか、それから白とかを入れて、ちょっとこう、凹凸がはっきり目立つような感じにしてみようかなと思ってやったんですが、これもまた、っていう感じ。もう、ちょっと、この塗装をうまく使いこなせれたら味になるとは思うけど、現状はちょっとなんか汚れみたいな感じになってますよね。ない。全くないよりかは多少マシではあるけども、まあ、そぎ落とした方がいいのか、作り込むのかっていう部分の一つかな、今回の塗装はね。で、カットしてるんですけど、カットとか撮影しなかったんですけど、顔の部分も実は別のパターンでちょっと作ってたんですが、もっと長い顔をね、ちょっとうるさいかなと思って、もうシンプルに抑えめにしました。でもまあそのおかげでちょっと見えた部分もあって、顔はある程度こういうものをベースにして、そこから、こう、探してもいいのかなって感じに思ってるところです。いや、難しい、やっぱりその鎧と、そしてこの体の感じと、どちらもまあかっこよく綺麗に見せたいので、まだこうデザインがね、シュッとしないかなと、これっていうのが出てきたらいいかなっていうところでしたね。で、前回ちょっとうまくいかなかった土の部分なんですけど、相当できたかなと思ってて、まあしっかりと、この、なんていうのかな、この草の部分が、凹凸が出て、
横から見たら上に伸びてる流れで、上から見たらまあちょっとこう深く沈み込むような感じにできたら、まあ結構その線残ってしまってるけど、よくできたかな。ただちょっと、どうだ、ベースの土は初めてやった時が一番うまかったかなって、なんかこのボコボコ感っていうのかな、が、ちょっと出にくい。出し方がようわからん感じにはなってるんですけど、まあ塗装してしまえばこういう感じで。塗装も、まあ今までの中では一番、土がでもね、うまいこといかないんですよね。なんか塗ったっていう感じするんですよね。手作り感が出るんですけども、草の部分はほぼほぼまあこれでいいんちゃうかなっていう感じ。いろいろこう、生かしつつやれたかなと思うんですけど、生い茂ってるような、気もするっていう感じかな。で、あれはなんていう、槍のところはかなりしっかりと、できたんじゃないかなと思ってて、ちょっとここのデザインは、まとまりつつあるのかなと。まあ、あとはここからいかにこう面白い形形状にできるかっていう風に思ってます。裏面諦めようかなと思って、チョコレートみたいな感じしようかなと思ってます。なんかあの両面作るの無理やなと思ったんで、あの槍の部分ね、後ろは真っ平らになって、ここにサイン入れてもいいかなと思うんですけど、で、槍の部分だけで言うと、あの付け根の棒もね、こう折れてる感じにしようかなって。なぜならばあれ伸ばすと、多分販売するときに邪魔になるから、折ったれと思ったんですけど、まあそこもちょっとうまくね、それっぽい雰囲気は出せてるかなっていうところ。で、本体ね、完全黒がやっぱりわかりやすいなともちょっと迷ったところではあるけど、でもまあ右側見てもらうと、やはり防具はちゃんと塗り分けた方が厚み出たかなとも思うし、せっかくね、長く作った首を、あの鎖じゃないわ、なんていうの、首輪で潰してしまってんのがもったいないなと思ってて、あ、ここもちょっとデザインなんか考えてみたいと思うところですね。それとまあ、全体的にもっとちっちゃくできひんかなっていうのは思ってるところで、小さい中にこの、結構これ迫力があるんですけど、この感じを残して、で、当然まあそれに付随していらん部分は削ってっていうのができたらいいかなと思ってます。で、あと髪の毛かな。髪の毛もあんまり難しいことせんと、シンプルになんかっぽく見えればいいかなっていう作り方をしてみました。なんか、悪くないですよ。で、足の模様もね、結構面白かったかなと思うので、まあ、少しずつこのシリーズがまとまりつつあるのかなと、あとはまあ販売に向けた、デザインに、していきたいなというふうに思うところです。完成してる？まだ完成してない左側が。ちょっとね、完成のショート動画っていうのをまた改めて別でね、制作過程からのをやってみたいなと思うので、それもまたお付き合いいただけたらなというふうに思っております。面白かったかな、今回はね。ちょっと短くできたし、またぜひぜひ、作品今後とも、よろしくお願いします。早く、また動画のにまとめてしまったけど、高評価、チャンネル登録の方もね、あと何やろう。Twitter、TikTok なりなんなりいろいろやっておりますので、時間ありましたら見ていただけたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。